はい、皆様、こんばんは、竹雄でございます。いやー、ここ最近ね、また急にね、寒くなってきましたね。皆様、体調に、お気をつけてね、年末をお過ごしください、ね。前回ね、皆様からね、コメント募集した、レーンチェンジの入れ方っていうのをね、まあ、動画のコメントを、紹介させていただきました、ね。で、前回のね、動画の最後にですね、皆様のモーターの鳴らし方、もしね、伝授いただける方いましたらね、ぜひともコメントにくださいと、言っておったんですけども、今回結構ね、コメント、少なめでした。ね。もしかしたらね、前回の動画がね、長かったので、最後まで見てない方多いんかもしれないですね。はい。というわけでね、モーターの鳴らし方、ね、今、ダッシュ系のモーターの鳴らし方で、僕、私はこうしてますよっていうのがね、ございましたらね、まだ募集しておりますんで、ぜひともコメントの方いただけたらなと思います。はい。今回はですね、とりあえずね、前回の、動画の時に、いただいたコメントの、ものをね、ご紹介したいと思います。はい。今回は、ですね、はい。パシカパタさんですね、コメントいただいております。僕は竹雄さんが使われていた冷蔵庫で鳴らす方法を使っていますということですね。はい。まあ、僕がですね、冷蔵庫でね、1.5V で、結構何日ぐらいかな。いつもね、僕はね、3日間ぐらいかけて、鳴らすんですけども、まあその詳しい方法はね、この後ご紹介したいと思います。はい。で、山ぶったパパ様、ヤマトンパパ様、どっちかな。はい。お疲れ様です。はい。ダッシュ系は、冷蔵庫ではないけど、基本的には一緒ですね。強いて言うなら間に、226やパークリで綺麗にしていますと。まあ、汚れを取るという意味ですかね。晴天逆転は2時間ずつくらいやって、トータル12時間ですということですね。ありがとうございます。そうですね、カーボン、ダッシュ系のモーターっていうのはですね、カーボンブラシっていうブラシを使ってるんですよね。なので、削れてくると、そのブラシの粉が、出てきてしまいまして、その粉でね、通電率が悪くなるということが考えられます。ね。まあ、削れていくことによって、モーターが慣れてきて速くなるんですけども、その削れた粉をきれいにしないと速くならないということで、まあ、パーツクリーナーとかで、中身を洗浄してあげてるということですかね。あと、晴天逆転で2時間ずつぐらいするっていうのは、まあ、片側だけ鳴らしてもいいとは思うんですけども、逆転にすることによって、よりね、ブラシと、その通電の、当たりを良くするということがあるんですよね。で、そんで晴天も逆転も、合計2時間ずつぐらいで合計12時間。なんで、何回か、6回ずつかな、やってるということですかね。結構まあ長時間するということですね。はい。というわけで今回あるコメントはこんだけだけなんですけども、まだ募集してますんでお願いします。はい。ここでね、先ほどパシカパサさんが言ってました、まあ、竹雄さんが使った冷蔵庫で鳴らす方法を使っていますというね、ものの、まあ、詳しい方法ですね。まあ、僕の方法なんで、まあ、よし悪しがあると思うんですけども、僕の場合、あまりね、機材を使いません。ね。まあ、機材を使えばね、より簡単にできるんでしょうけども、やっぱりね、1万前後したりとか、まあいいものはね、したりとか、まあそれこそね、5万、6万ぐらいしたりするものを使ってる方もいらっしゃいますし、まあ僕はちょっとそこまで、ね、そこにね、お金をつぎ込んだことはないんですけども、僕はですね、こういう風なものを使ってます。これ。はい。こちらダミー電池というものですね。まあ僕の動画でも、ぼちぼちちょくちょく出てきてるんですけども、こちらダミー電池と言います。これは要はですね、空の電池です。通電をするためだけの電池ですね。はい。これを使って僕は鳴らしております。はい。まあこのカーボンブラシっていうのがですね、まあ一気に、まあこの、チューン系のモーターとかあるじゃないですか。トルクチューンとか、レブチューンとか。そちらのモーターはですね、まあこの 9V の電池、要はラジコンとかに入ってますね。これ。この電池ね、はい、この電池を使って鳴らせばそこそこ速くなるんですよね、すぐね。ですけども、カーボンブラシは、あまり高電圧鳴らしが、いいとは言われておりませんね。急に削ると面が出ないのかな、ちゃんとね。はい、ということで、あまりカーボンブラシにはこれは使いませんね。で、低電圧でゆっくり、まあ、鳴らすっていうのが結構大事のようです。はい、僕もね、長い間やってますけど、まあ結果的に良かったのは、低電圧でゆっくり回すことっていうのが非常に大事ですね。で、
低電圧でゆっくり回すことが一つで、もう一つ、モーターを温めすぎないことですね。はい、まあどうしてもね、モーターずっと回してると熱くなってくるんですよね。ね、あまりいい話は聞かないです。はい、その辺は僕もやんわりしかわかんないんですけど、あんまりあちあちにしていいことはないですね。はい、で、僕はいつも冷凍庫にね、入れて、まあ 1.5V、まあミニ四駆のまあ公式大会とかで出た、乾電池を1本ね、例えばまあこういう風な100均の電池でもいいです。100均の電池を1本入れて、もう1個はこれ入れて、はい、鳴らしますね。 1.5V で僕は寝る前に冷凍庫に入れて鳴らして、で次の朝、まあ次の日ね、電池を逆にして逆転に回るようにして、また放置します。で電池が残ったら電池入れ替えての繰り返しですね、っていうことをやっておりますね。僕は、結構それで、効果が出てることが多いんでね。前回GR ヤリスのね、ナンバーワン決定戦っていうのがあったんですけども、その時もね、そのモーターを鳴らし方でやりましたね。まあ、回転数自体はね、めちゃくちゃ伸びなかったんですけども、まあ結構トルクとか総合的な面で見ると結構良かったと思うんで、まあそれなりの結果が出てますんで、まあ使える方法かなと思います。まあコストもかかりませんしね。まあこのダミー電池、まあ探せば多分 Amazon とかであるんじゃないかな。まあもし後で探して、あったらリンク貼っときますけど、まあ Amazon だったりとか、あと電材店かな。ね、工具店かな、そういうとこに行くと粉が売ってたりしますんで、もしね気になる方は買ってみてください。っていう方法をね、やっております。まあ僕として一番大事かなと思ってるのは、まあ高電圧で流しすぎないね、でモーターを温めない、っていうことをね、ちゃんとやればそこそこ速くなるんじゃないかなと、思っております。はい、っていうことかな。はい。まあ、今回はちょっとね、コメント、まあ、もしかしたらね、皆様、秘伝で抱えてることということでね、教えていただけないことなのかもしれませんけどね、今回はね、コメントが少なかったんで、基本的に僕のね、モーター鳴らしの方法をね、ちょっと、ご紹介させていただきました。まあ、またね、まあ、今回僕話した内容で、ここよくわからないんですけどとかね、ここをもっとこう知りたいっていうことがね、あったらね、コメントいただけたらね、お答えさせていただきますし、僕はこういう方法でやってますっていうコメントがね、あったら、ぜひともコメントの方でください。はい。というわけで今回はね、以上でございます。またね、どうしようかな。次、募集するものを決めてなかったな。どうしよう。まあちょっとね、次回また別の動画あげるんで、その時までに考えておきます。はい。というわけで今回は以上でございます。また次回お楽しみに。